はい、というわけで今日はね、宝冠町というね、岡山駅西口にある、エリアに、来てるわけなんですけどね、まあね、僕も昔からここ歩いたりしてんですけど、昭和23年ぐらいかなから創業してるね、お店にちょっとね、今日はね、行ってみようかなと思います。今回訪れる宝冠町とは、江戸時代は城下町外れの在郷町であったが、明治維新時に商店街ができる。職を失った武士が、藩から与えられた宝冠金を元手にこの地で商売を始めたのがその起源で、名前もこのことに由来しているそうな。今回は昭和23年創業のお店にやってきました。何でもとんかつ入りのラーメンが有名ということで、早速注文してみました。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。
かつそば、ごちそうさまでした。今回は、高校生の時以来の来店でした。一口いただくと、うまさと、当時の懐かしさを感じて、いろいろ当時の思い出を感じました。特に試験が終わってお昼下校の時の昼飯は、なんとは、なしに入って、友達とラーメン食べたなとか、懐かしさが蘇ってきました。この朝月、先代の創業者が修行の経験もないまま出店したが、スープがうまく作れなかった。当時の岡山のラーメンは濁りのないあっさりスープのラーメンであったらしいが、先代が苦労を重ねて、たくさんの豚骨を強火で白濁させたこってり豚骨スープを生み出したそうだ。みんながお腹を空かせてた時代に飲み干すと満腹感のあるスープは多くのお客さんの支持を受けたという歴史もあるので、ぜひ行ってみてください。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。